はい、どうもこんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、超 PayPay 祭りで期間中、毎日 PayPay ボーナスや、コンビニ無料引換券がもらえる、さらに PayPay フリマでも最大10万円が当たるキャンペーンも開催中ということで、今回は PayPay についてですね。この動画では、現在絶賛開催中の超 PayPay 祭りで、PayPay を使ってる方であれば誰でも参加できて、さらにですね、PayPay ボーナスや何かしらの無料引換券がもらえるチャンスがあるということについてお伝えします。これはですね、参加推奨しますので、ぜひ参考にしていただければな。 と思いますそれでは、行ってみましょう。 ということでね、今現在絶賛開催中のこちら超 PayPay ペイペイ祭りということで皆さん参加されてますでしょうかで、今回この超 PayPay ペイペイ祭りの中で僕の中でこの2つは期間中毎日参加した方がチャンスがあるかもと思って2つ紹介させていただきます。で、その1つ目がこちらなんですけども人気商品が50万本当たる1日1回運試し超 PayPay ペイペイ祭りスピードくじということでこのキャンペーン自体はすでに昨日から始まってまして11月14日まで開催中でございます。ではですね、このキャンペーンの詳細 を見ていきましょう ま、今回のこのキャンペーンなんですけども、いわゆるそのペイペイのアプリ内で、ま、専用のバナーがあるので、そこをタップしてくじを引くことができるんですが、そこで、ま、イペイボーナスが最大で10万円相当30本であったりとか、ペイペイボーナス100円相当が30万本、そして、ペイペイボーナスが1円相当という感じで、ま、とりあえずペイペイボーナスがもらえる。さらにですね、ご覧のようにこういったコンビニ無料引換券が当たったりもします。例えばなんですけども、10月の18日から11月14日まで毎日当たる22万本ということで、唐揚くんであっ たりとかスーパーカップハーゲンダッツあとはじゃがりこの L サイズとかファミマのコーヒーとかうちカフェのプレミアムローロク液って感じでペイペイボーナス以外にもこういったねコンビニ無料引き会見ももらえたりしますまあ個人的になのセブンのバナナチップスでさらにですねなんと特選賞ということで人気家庭や高級グルメが当たるということでこちら期間がですね10月18から24日の間に例えばスキヤの1年分が10本そして任天堂スイッチライトターコイズのカラーっていうんですかねこれが10本北海道のイクラであったりとかシャープのスチ オーブンレンジヘルシオとかまあ、こういったものも当たる可能性もあると 次に25から31までの間はバルミューダのトースターとかヨギボーのソファーとか神戸ビーフステーキそしてシャープのヘルシオホットクックっていう感じでねまあ欲しい方からすれば結構嬉しいですよねで11月こんな感じですねシャープのテレビあとは宮崎牛のすき焼きあと空気清浄機であったりとかドライヤー8日から14日の間はサーフェイスであったりとかタラバガニニンテンドスイッチそしてパナソニックのスチーマーナノケアっていう感じでねまあここら辺も当たる可能性もあるって考えたらねペペボーナスももちろん嬉しいんですけども僕の視聴者さんの中で こういっったたたのががが当たったらさらさにね僕個人はめちゃくちゃゃくテンンショ,ンテンションが上がります、ね、で、他にもなんですけども、対象ストアで使えるクーポン賞とか、ペイペイフリマクーポン賞とか、こういったものもあります。最大60%オフのクーポンとか、ペイペイフリマで使える1000円オフのクーポン。まあ、これも当たったら嬉しいですね。で、ヤフオクのクーポン賞とか、e b o o k ジャパンのクーポン賞という感じで、まあ、それぞれの期間がバラバラなんですけども、今動画をアップしてる10月19日であれば、まだこれらにはまだ参加できなさそうなので、とりあえず21日以降であれば、こういったクーポンがもらえる可能性 も出てくるということでございます。 いや、暑いですね。後ほどですね、僕もこちらのキャンペーン参加しますので参考にしてください。2つ目のキャンペーンなんですけども、こちらです。アプリで弾けるフリマくじということで、PayPay フリマのキャンペーンでございます。最大10万円相当が当たるハズれなしということで、こちらのキャンペーンも10月18日から始まっておりまして、11月を28日っていうね、結構長めのキャンペーンでございます。ではね、こちらのキャンペーンの詳細も見ていきましょう。このキャンペーン、至ってシンプルなんですけども、特典自体は PayPay ボーナスのみでございます。1等であれば10万円相当が当が当たったりとですね、 とかニーであれば1000円相当3。頭が100円相当4。頭が10円相当。そして後藤の方が1円相当というっていうことですね。でくじを引けるのが1日1回までできるので、まあ期間中ね。まあまあ長い期間となっておりますんで、まあ一つのね。ポイカツとしてまあ参加してみても結構面白いかなと思います。まあ、このキャンペーンの参加方法至ってシンプルなんですけども、アプリの中にキャンペーンページがあるんですが、そこにアクセスをしてくじを引くボタンを押すと、そこで最大10万円相当が当たるかもしれないっていうことでね。まあ最低でも1円でも当たったりするんで。まあとりあえ 参加してみてみも結構ありななのかなといいう,うに思いますではですね、今お伝えしたキャンペーン、早速僕も参加してきましたので参考にしてください。まずは先ほどお伝えした超ペイペイ祭りのスピードくじから参加したいと思います。参加方法なんですけども、まずは普通にペイペイのアプリを開いてください。で、そこからですね、画面を下に下がっていただくと、ここに超ペイペイ祭りスピードくじっていうところがあるので、ここをタップします。そしたらですね、こういったくじの画面が出てきますんで、今日のくじを引くをタップすると、じゃーん、 ആൻ ドーンということで、なんとね、PayPay ペイペイボーナス1円相当が当たったということでございます。ありがとうございます。っていう感じでね、1日1回期間中参加できますんで、ぜひトライをしてみてください。続きまして、PayPay ペイペイフリマのくじなんですけども、こちらはですね、まず PayPay ペイペイフリマのインストールをされてない方はインストールしていただいて、そこからこの上にですね、こういったバナーが僕の場合出てるんですけども、アプリを見ているあなたに初めてのお買い物限定最大半額クーポンということで、ここをタップしたらですね、こういった画面が出てきます。半額クーポンの説明画面が僕の場合出てるんで、 ですけどもこのの画面を下下方にずっっととがっていただくとこういったね、今お伝えしたアプリでくじを引けるチャンス、誰でも参加外れなしということで、早速ね、参加してみたいと思うんですけども、挑戦スローをタップしたらですね、こういった風にログインを求められます。ここでですね、Yahoo Japan の ID でログインをしていただきますんで、うまくログインができましたら、こういった風にくじを引くっていうタップするメニューが出てきますんで、これが出てきましてタップすると、じゃんということで、なんとね、1円相当が当たったということでございます。ありがとうございます。ちなみになんですけども、今 お伝えした2つのキャンペーン含めてなんですが、先日のこちらの動画見られましたかね ?PayPay ボーナス最大1万円相当が当たるということで、解説をしてるんですけども、Yahoo マップアプリで口コミ投稿キャンペーン、こちらも絶賛開催中でございますんで、まだね、されてない方は、この3つのキャンペーンと合わせてすれば、もしかするとチャンスがあるかもしれないということですので、もう2、3分で終わる作業だと思うんで、ぜひね、それぞれトライしてみてください。ではですね、今お伝えしたキャンペーン2つ簡単にまとめると、まず超 PayPay 祭りのスピード口に関したら、キャンペーンの期間はすでに始まっておりまして、11月14日 まで開催中でございますなのでとりあえず今日含めてトライできるのは27回まで参加できますんでまあ、最低でもまあ1円当たると考えれば期間中ずっとやれば27円もらえるっていう感じで捉えればねまあ、それはそれで結構お得だと思いますんでぜひ暇つくし程度に参加してみてくださいで詳細なんですけども1日1回くじを引けてペイペイボーナスがもらえたりですとかコンビニ無料引き会見だったりとか豪華商品が当たることもあるかもしれないということでございますで上限は1日1回でございます 続きまして、先ほどのペイペイフリーマーの口なんですけども、1都歳で10万円相当が当たるということで、期間が結構長くてですね、18日から始まっておりまして、11月28日まで開催中でございます。なので、今日含めて41回までまあ参加できますんで、まあ最低でも41円までもらえるというふうにか捉えれば、なんちゃかんちゃね、ラッキーだと思いますんで、トライしてみてください。上限はですね、1日1回となっておりまして、このキャンペーン社はペイペイボーナスがもらえるということでございます。で、付与される時期は、このキャンペーン自体は2021年11月 月下旬とということで、ございますでもしですね、まだあのペ、PayPay イペイフリマのアプリインストールまだの方いらっしゃいましたら、こちら僕の紹介コード DQPE4Y、こちらをですね、 使っていただくと300円相当のペイペイボーナスがもらえるキャンペーンも開催されてますんでまだインストールされてない方はですねぜひ使っていただくとめちゃくちゃテンションが上がりますまあそんなこんなで今回は超ペイペイ祭りで開催されてますスピードくじそしてペイペイフリマのくじについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあ、前回のね口コミ投稿のキャンペーンでもコメントでいただいてたんですけども100円相当が当たったりとかなんちゃかんじゃね視聴者さんの中でもラッキーな方がいらっしゃるのでまあ、ぜひ してみるのも僕的には結構面白いいかなと思います、す、ま、す、あ、たででもららええるって考えたらラッキーですよね、まあ、残念ながらね、僕こういった苦渋はないので、まあ、期間中はとりあえず毎日やるつもりではあるんですけども、最大10万円相当とか当たったりとか、豪華商品当たったらもう本当にテンションぶち上がりますね。まあ、ぜひですね、視聴者さんの中で何円分当たりましたよっていう風なことがあればですね、またコメントいただけると嬉しいです。そして今回お伝えしたキャンペーンのリンクはもちろん、PayPay ペペフリーマンの紹介コードも概要欄に貼っておきますんで、またね、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。 ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。